ちょっと感度のいいカメラ持ってきた方が良かったかな。おはようございます。昨晩ですね、八幡浜を歩こうと思ったんですけれどもね、真っ暗で映りませんでしたので早朝歩きに切り替えました。ここの銀座商店街からぐるっと歩いて新町商店街まで帰ってくるという一周ルート行ってみたいと思います。脇に入ると古い建物が並んでます。ここが銀座商店街と新町商店街の交差点ですね、昔ねバスも通ってたっていうんですけど、このね家が R になってるから角がノーアーケードができる前は結構交通が激しかったんでしょうね。ここにバス、タクシー乗り場もあるし、この並んでる建物を見てもアーケードに合わせて建ててないので、当たり前ですけど、アーケードができる前に作られた商店街に後からアーケードが作られたという感じですね。ここね、今黒い商店街で売り出してるんですよ。ブラックコミュニティ八幡浜ポートタウン、アイスクリーム屋さん。こっち行くと駅で、こっちが千条川っていう川ですね。で反対側が向こうに山が見えますが、愛宕山という山、後でちょっと登ってみようと思います。でここからですね、レンガ通りになります。ここに突如に丘がね現れるんですけど、これが八幡神社。すごい坂だねこれ。うわ登る気がしませんね今日は。いっぱい歩きますからこれから。あ、このね八幡浜魚仲買組合、この八幡神社の前の看板建築がかなり渋い。ここから、どっちだこれ、東かな、東に向かいましょう。さっき八幡神社のとこだけが丘になってるみたいなこと言いましたけど、そうじゃなくてこの背後の愛宕山からつながってるんだ。お、古風な家があるぞ。多分何回も来てますけどね、この坂登るのは初めてですわ。港の対岸のみかん畑に日が当たり始めた。あそこもね、いい集落なんです。あそこにうだつの家がありますね。にゃんがいる。にゃんちゃん、今こっちからね登ってきて、この左側の尾根は先端が八幡神社で、こっち側が新町の方向で、この下遊郭ですね。でさらに登ってます。なんか置物のようなにゃんだね。あれ動いた。こっから八幡神社の方に降りていけるんですね。これね、
反対側にまた階段があって、この先に何があるんだ。このお寺みたいな建物なんだ。うん、愛宕保育、保育園。あ、保育所だって。すいません、保育所の敷地に勝手に入っちゃった。八幡浜の市街が一望。あそこにでっかい船が止まってる。フェリーみたいなのが出てきましたね。あれは九州の方に行く船じゃないか。向こうの方に伸びてるのが佐田岬半島ですね。今日はあの集落を攻めます。じゃあ丘を下りましょう、ね、この上にまだ愛宕中学校の校庭がありますけれども、その反対側のこの急な階段を降りてきます。いい感じですね、この塀が。お、古い家があるね、このところに。いい、あ、いいじゃん、ここ、この道。瓦葺き入りも屋根の古い家が3軒並んでるでしょ。あそこは新町商店街の脇で、まあ多分あそこがね、昔の町の中心地だったと思うんですよね。階段がメインですね。この階段メインで降りてくると。これうだつの家。四国はね、うだつの家、町並みが多いですよ。高田左官。昭和初期の代表的な流行建材、スクラッチタイルがはめ込まれた洋風建築。どこにはまってるの？あ、これか。昭和7年の建築。正面が八幡神社。さっきこれ左に歩いてきました。で、これを西の方に行きますと、大きな屋敷ですね。一番古い町並みがあるところです。坂本医院。このね、坂本医院の看板がね、いいんですよね。綺麗な六章吹いてますね。長宗家と和尚さんの合作で仕上げた看板。一枚の上ヒノキが使用されてるだって。裏側は普通の文字なんだ。こっちは和尚さんか。ここが愛宕山から見えてた入りもや屋根の古い建物が3軒4軒並んでるところです。1階は格子になってて、2階の外装は漆喰仕上げ。ここに空き地になっちゃってるけど、
こにね建ってましたよ、いい建物は。この敷地じゃないのかな。モダンなデザインですね、この時計屋さん。さあ、でこの古い町並みのところを歩いて行って新町商店街最後に歩きましょう。ここにね新町ドームっていうのがあるんですが、この右手にちょっと前まですごくいい建物が建っていました、前回来た時もなかったんですけどね、四国銀行があったりしますので多分商業中心。この新町ドームのところはいろんなイベントで使えるスペースになってます。これね、銅板の外装ですけどね、もうなくなっちゃったのかな。銅板尽くしのね商店建築があったんですよ。軒先にね洋風の衣装があるでしょ。アーケードに隠れちゃってますけどね、かなり戦前の大正から昭和初期でしょうねに栄えた町なんでしょうね。ここも軒の衣装、洋風が入ってます。あ、この左側は、あ、これはすごいな、この銅板だ、カバン屋さん。これね、看板を取るとね、古い町並みがね、現れますよ。こういう中東の飾りがあって、右側はね、失われてしまってます。この左側の家も看板を取ると出てくるでしょう、古い建物が。これ上に結構立派な装飾が入ってる。三軒に分かれてるんだけど、2階の外装の衣装を見るとつながってるから、でここにねメダリオンがあるんでね、ここがセンターなんですね。でここはその外壁の上に看板のモルタルを塗っちゃってる。あ、でもこれ看板建築だね。看板建築の上にまた看板をつけてるという。かなり立派な建物ですよ、これ。剥がしたら。あ、こんな。あ、この隅切りの交差点に面したところにね、衣装が凝ってて、なんかね、照明がついてる。あ、ほい。床の舗装もね、凝ってますね。ここが北の端かな。今新町商店街を出発線の方に向かって歩いています。でこの商店街が軸になってて、両脇に町がこう形成されてるんですけど、こっから西側ですね、こっちは
こっち側はね、かつて海だったみたいですね。そこを埋め立てて、まあ、港湾施設を作った。埋め立てて港のを整備したということなんでしょう。この新町が商業地区になってて、多分この後ろ側っていうかね、裏側に飲食店街があったんでしょう。今でもありますよね。黒い商店街ということで、早朝歩きを歩みします。